それじゃあですね、ちょっと一回首からやってみましょうね。首から背中まで辛いわけですが、まず真横にこう倒してみてください。さっきのあの経絡テストがあると一緒ですね、はい、首を真横に倒してこっちとこっち側と倒していただいて、どっちが辛いか教えてください。それとこっち側に倒して、どっちが辛いですね。ここで曲がらない。ああ、そうですね。可動域制限もありますね、痛みはあります？右側の首か左側の首、痛みはないですか？はい、こうやって、はいはいはい、左にやると右が辛い。ですから横倒しのところに左を、右のところにこう丸つけるわけですね。今度は振り返ってください。こういうふうにこれですね。これとこっち側と、ここでダメです。ああ、こっち側がダメと。左向くと右が辛いですね。今度は斜め下、こう45度で斜め下をこう、こっち側、それとこっちが斜め、これはこっちが辛い。でこういったこっち、どっちの方が辛いです？右と左、こっちの方が辛いです？でも右が辛いですね。今度は下向いてください。それと上向いてください。それはどんな感じです？両方ですね。はいはい。目は悪く、目はその、眼鏡はいつ作られました？これは昨年に見直して、はいはい。カットで、そうです。パソコンも結構やりになるんですか？はい。あ、そうです。パソコンやった後は大丈夫です？肩こりは辛いですので、時々デスクワークから逃げ、て別な仕事で。ああ、そうです、はい、だからノコギリ仕事ともしかすると眼精疲労と両方2つが絡んでるかもしれないんですよね。ちょっと眼鏡かけてください、はい。それで、さっきは眼精疲労のいろいろお話ありましたですよね。で、この部屋の明るさ、部屋の明るさはどんなです？明るく感じますか？暗く感じますか？程よい。程よい。はい。けどちょっと暗い。皆さんですね、ほとんど程よい。まあ、大体こんなもんでしょう。というふうに言われます。でも、皆さん全員が同じようには見えてません。自分が今見えてるのは、私が見てるんだから、これが標準と思ってるだけで、で患者さんは治療して良くなった時に、あ、さっきは暗く見えてたんだっていうのが分かるわけですね。それで、ですね、あの壁のあそこでいいですかね、あれ見ていただいて、片目ずつで、はい、かけて片目ずつで、これと反対側とこうやって見て、どっちの方が見えがいいですか？どっちが悪いです？左右差がありますか？左の方が見えやすい。右が見えにくいわけですよね。でも1年前に本当はレンズ入れ替えてるわけですから OK じゃなきゃいけないわけなんですよね。それで今度はですね、あそこの掃除用具の収納がありますよね、はい、あれをですね、こうやってみますよね、はい、で 2,3 秒見たらパッとこっち手を入れ替えて見てください。これはですね、眼位のズレを見てるんです。こちらの目で見てるのとこちらの目で見てるのが違うところを見たときには、こうやってこうやったときにですね、あの矢印やなんかの表がですね、パッパッとこうずれるんですよ。これを眼位のずれていきます。視力はバッチリ OK、 眼鏡も合ってるって言うんですけど、眼位のずれが補正されてないとものすごい眼精疲労を起こしてしまうことがある。これずれがあります？はい、あって、右を隠した時の方がよく見える。左目だけで見た方がよく、あの黒い文字がはっきり。あ、そうです、はい、で、あの書いてあるあれがですね、どっちかにこうピュッピュッとずれますか？それはないですか？動きはないですか？ですね、うん、皆さんもどこか、大体あの時計ぐらい、大体5メーターぐらい離れたところで、パッパッとこう、ちょっと 2,3 秒見てパッと映してください。時計がですね、あの時計で時計がちょうど1個分ぐらいもしずれたら、すごい眼位のずれがあります。なんていうんですかね。うん、左目を隠した状態から、はい、右目隠すと、うん、青い矢印が大きく見える、はい、相当ちょっと眼精疲労というか、ね、目のトラブルがあるわけですよね、これはね。患者さんとしてはあんまりこう感じてないわけですよね。だから、右の肩の、単純に右肩の肩こりを取るんだったら H の5と F の5と、それから H6 の清潔視力をすると大体良くなると思います。もしくは頭の視力でいうと100円の視力をするのと100円のちょっと2センチぐらい横の視力をすると右側の肩こり取れてきます。それとですね、ちょっと
危なくなってますので、頭の視力をしてやると随分頭が良くなってきます。あの子はね、だからね、これは結構喜ばれます。大体半年とか1年通う方は、先生この治療してもらったらなんか髪が濃くなったんですけどね、なんか先生いいのがあるんですかねっていう話になる。これでも甲状腺がんの患者さんに頭の子治療やってましたら髪の毛が濃くなってるんですね。2年近くやってますけど、甲状腺がんの話よりも髪の毛が濃くなったっていう方が先生あの喜ばれます患者さんは、ね。あんまりいいのかなと思うんですけどね。さてそれで、今からやってみたいと思います。続いては、なんで頭の視力がいいかヘフニアがいいか、頭の視力の方が面白いですかね。みんなあんまり見たことないんですけどね。どれでもいいです。頭で取ってもいいし、足で。足でやる。はい。それじゃあですね、じゃあ靴と靴下脱いでみてください。で、目の治療をやるのは、肝臓の治療です。肝圏 F2 の清潔視力をやります。皆さんがの五臓の色体表っていうのを見るとね、肝、肝のところをずっとしてつけてると、目っていうのが出てくるでしょ。それ関係なんかあるのかなと思ったら、こういうことだったんですね。視力とか眼精疲労とか目の働き、これによって、肝臓というか関係がコントロールしているところがあるんです。それでもう一度よくですね、メガネかけてもらっていいですよ。でコツは、治療やってる間に目を開けさせないことに。目を開けてしまうとですね、途中からだんだん良くなるんですけど、目を閉じてて開けてもらって確認した方がパッと変わるので変化が分かりやすいです。ですからまあ治療のコツとして、僕がやってる間は目を閉じててくださいねという方がいいかもしれない。で、まずは眼精疲労を行います。でその眼精疲労のページのところを見ていただくと、顔にですねいっぱいこう丸印がついてますけど、そのツボにハペパッチか鉛筆芯をあればいいよということでもあります。それで、もう一回部屋の明るさと見え方と確認しておいてください。いいですか。でもう一回じゃあ首をぐるっと回してみてください。ぐるっとその回ってる感じを覚えておいてください、ね、こんな感じで回ってるよっていうのを覚えておいてくださいね。で本当は片方ずつやってもいいんですけど、まあ、目の治療ということで F2 だけをやってどう変化するかっていうのを見てみたいと思います。いいですかね。はい、じゃあ目をつぶっててください。開けちゃダメですから、ね、で、全く見えないですね、こっちの気にあったらまあ見たい方はそっち側に寄っていただいて、で、清潔視力をやるにおいてですね、一番血の出が悪いのが、この F2 です。 F2 が一番出が悪いです。で F2 の場所っていうのが、まあ、2節ありまして、この場所を F2 とするのと、それからちょうどこの真ん中あたりですね、ここを F2 とするということもありますので、この辺で出なかったらちょっと真ん中の方に寄せてもらってもいいです。でどっかこの辺で、出血がうまくいくようなところを探してもらってもいいと思います。とにかくこの F2 は一番出にくいです。自分でやったらもう嫌になるような、出にくさですね。ちょっとこう指を見ていただくといいんですけど、関節はこう折り曲げるんですね。で指の腹から押し上げます。で周りもギュッとこうブドウの皮を指でこうプッとこう剥くような感じですね。プッとこうさせる、こういう感じです。関節を曲げる、指の腹から押さえる、で周りの皮膚はギュッとこう開く。これをいっぺんにやるとこうやって出血しますので、こうやってですね、このぐらいの量が出ればだいたい効くんじゃないかなと思います。で、この方の足のこの F2 のところはですね、やっぱなかなか血の出が悪いので、ほんとはこう一回休むんですね。ゆっくりやった方がこうやってこう出やすいんです。で F2 だけやってみようというふうにもう決め打ちしてる場合はですね、こっち穴開けてこっちも穴開けるんです。ちょっとやってみましょうかね。で、
こっちにこうやっといて、で、こっちにもこうやると、そうすると時間ができますので、こっちをこうやってる間にこっちの血液がビュッとこう上がってくるわけですね。でこっちをこうやる、でこっちが出にくい時はまた、まあ、でこれだけもうやるのは分かってるんだという時には、こういうやり方でも、悪くはないです。これ時間が非常にこう短縮できます。それとか足の小指のですね、膀胱系統陣形やるときには、35がいった。で、足の小指やるときにはですね、例えば陣形の F3 からやって F4 やろうというと、あれ結局両方いっぱい出てたということになるわけですね。でもそれで例えばもう陣形膀胱系やるんだと、で治療時間はこんだけしかないというときには、もう両方一緒に上げてもらってもいいです。乱暴みたいですけど、もう分かってるときはですね、両方やってで治療効果を確認するということでもいいと思います。指は曲げて、指の腹から押し上げてこうですね。でここに F2 に開けてますから、ここを押した方がいいです。対角線のところですね、ここをこうやって、で指の腹から押し上げて、で治療室でこれやるときはですね、大体、寝たままやります。で寝たままやるというとですね、顕外表を天井に貼っておくんですよ。ほら、さっき発表いただいた田口先生が天井に顕外表を貼ってあったのを見てですね、私もパクリで真似させていただきました。ちょっと天井が高かったもので貼るの大変でしたけど、やってみるとですね、何も言わなくても患者さんは自分で顕眼をしてくれます。それと良くなったかどうかも患者さんが自分で判断してくれますので、非常に、手間が省けるということですね。あと何回ですか。いいじゃん。いいよ、しゅしゅ。このくらい出てればいいかもしれませんけど、こう力入れてやらなきゃいけないと、めんどくさいので、もう一回いきますね。よいしょ。これですね。もうこのくらい出にくかったら、本当5分でも10分でもいいから、話聞いてる間に足湯をした方がいいです。夏でも出にくいです。で出血させましたと調べて、はい、足を下ろしましょうかね。足を下ろしてもらって、で、はい、目を開けていただいて、さっきと目を開けた感じが、違いがあるかどうか教えてください。明るい、部屋が明るくなる、そういうことなんですね。明るくならないとさっきが暗かったっていうのは分からないんですよ。それからあそこ見ていただいたらどんな感じですか。片目ずつでこうやって見てください。これとで反対の目でこう見た感じと、あ、矢印の大きさが同じく見えますということですね、うん、それは目のこの顕眼をやってたから分かるんですね、うん、これやらずにやったら分からないでしょ。で、あ、変わったっていうと治療代もらいやすいじゃないですか。皆さんね、これから臨床出るわけですから、そこなんですよ、問題は。いいです、大丈夫です、はい、あっちも見ましたかね、あれ、あれも見え方大丈夫ですかね。でこれでですね、もし老眼がある方は、ね、皆さん老眼になってみると分かるんですけど、遠くで見てる感じと、もう一つですね、手前のこの5、60センチの距離のをもう一回見てもらう。遠くで見てる目と近くで見てる目が逆になったりとかですね、見え方が違う場合があります。よろしいです？大丈夫ですか？はい。はい、それで、これでさっきと同じように、横倒しにしたりとかして、治療後の状態を見るわけですよね。まず悪くなってないかどうかっていうのを見ます。で今度は一回、どっちでもいいです。とにかく横にこう倒してみてください。でこれとこれは大丈夫ですよね。で今度はこっちに倒してみて。これはさっきと違いがありますか？さっきどうなったかって聞かなくてもいいっていうのはこういうことなんですよ。患者さんがいい時はです、おなんか違うぞってこう言ってくれるわけですよね。はい、今度は向こう横向きにこうやって、そう、その感じとこっちをこう横向きになって。これは首の治療はまだ一切やってません。できなかった。何も言わないんですよね。はい、今度は下向いて、で上見上げてください。これ大丈夫ですかね。はい、上見上げて、ないですね、突っ張り感がない。ということは眼精疲労による肩こりが起こっているわけであって、でこの眼精疲労を治療した時の肩こりの取れ方っていうのは、大体2段階か3段階で良くなっていきます。
ね、話しましたように眼性疲労があります、血流障害とか筋肉の緊張があったりとかして、で凝りになってるわけですから、この途中のプロセスが、引かない限りもうこの凝りっていうのは取れてこないんですね。でこの患者さんの、このモデさんの場合はですね、それは眼球をこう動かしてくれる筋肉、そこに非常に凝りがあったんですね。ここを治療する方法が他にあるだろうかということですよね。大丈夫です。でもう一回またあれ見て、手でこうやって見てください。もう全くさっきと同じように、あ、右左が同じようになってますかね。はい、矢印は全く同じですよね。大きさ同じ、大きさ同じ、他何かありますかね。他ですか。はい、他は右側の、うん、このラインが、はい、突っ張る、はい、これもちょっと見てみましょうかね。どうやったら突っ張りが良くなります。前に曲げたら使います。これで今突っ張りからも分かりますかね。これじゃ分からない。そっちも突っ張りますか、はい、はい、で今度は後ろに沿ってくる、足を広げてお尻に手をついて、で後ろに沿ってくる。これではその突っ張りからどうですか。ここでどっちが辛いです。前と後ろ。後ろの方が辛い。後ろの方が辛い、はい、じゃあ今度は横に倒れていきましょう。向こうの横にこう倒れて、ちょっとこっちが横に倒れてみてください。これは大丈夫ですか。右を倒したときに、うん、右のここ側が痛く、あ、そうです。じゃあ今度回転、おー、ぐるーっとゆっくり回してみてください。この回転と、こちらが回転と、で、右側。今までやった動きの中で一番辛いのはどれですか。これは大丈夫でした。右左。これはあんまり左右ですか。はい、どれが一番辛かった。後ろやったとき、後ろやったとき、右側の後ろが痛い、うん、どれにしましょうか。ちょっとお腹も見ましょうか。すみません、はい、でこの上に仰向けに寝ていただきます。これ大丈夫か。止まってますよ、足止まってます、それでご自分でお腹を押さえてみて、この溝落ちの上の方からですね、どうか押さえて辛いところがないかどうかを、ずっと下の方まで。本当はですね、眼性疲労の治療もうちょっとやりたいんですよ。眼性疲労の治療って大体5種類ぐらい、これ全部その本に書いてますけど、 H5F5 も眼性疲労効きますし、F6 でも眼性疲労効きます。あと頭の木槽とかですね、後頭部の玉珍の治療してもいいし、こめかみでもいい。ざっと考えて、このぐらいありますのでやりたいんですけど、せっかくのモデルさんですから、このままはい終わりっていうのもったいないですからね。どんなんです？ここです。ここははいちょっといいですか。で患者さんがそう言われたここはですね、本当最新の注意を払って優しく押さないとダメです。で胸骨健常突起の先端からいきます。これは大丈夫ですか、はい、この時は必ず患者さんの顔を見ておくことですね。声聞いたら痛くて声が出ないっていう人もいますからねそしたらもう患者さん帰ってしまいますから。で2番目これはどうです。おっとごめんなさい、優しく押さえてるんですけど、この1個分ずらした2番目っていうのはつらかったですね。1個目、2個目、じゃあ3個目。大丈夫です。で、4個目。もう大丈夫。もう5個目。大丈夫ですね。2個目、あんなに痛かったんですよ。いいですよ。次は左右を行きますね。肋骨の、この押さえた感じと、この押さえた、おっと、ごめんなさいね。とても優しく押さえてるんですよ。右側の方がちょっとつらかった。で、この肋骨の一番、上から下までを3段階に分けていきます。で今一番上やりました。今度は2番目、この押さえた感じとこの押さえた感じがちょっと辛いです。じゃあ次はこの押さえた感じとこの押さえた感じが、これは大丈夫。一番上と2番目が痛かったというのが分かりましたね。次おへその斜め上45度ぐらいが腎臓ですので、ここを押さえていきます。軽く深くゆっくり押さえます。大丈夫ですか。で今度はこっちを押さえていきます。この左右差ありますか。これは左側がおかしい。じゃあ今度はおへそのちょっと横ぐらい、この押さえた感じとこの押さえた感じはどっちが辛いです。左ですね。もう一つ下のこれとこれはどうです。左ですね。じゃあご自分で今左って言ったらこれをちょっと押さえてみましょうかね。ここを押さえた感じとご自分でここを押さえた感じの違いがありますか。こっちが辛い。自分で押さえてこんだけ辛いのは相当症状がある。いいですね。じゃあ次この肋骨の際にこう指を曲げて入れてみてください。これ痛みがありますか。
はい、ここが痛い。はい、じゃあごめんなさい、もう一個やりますね。じゃあですね、私がここの肋骨の下の方に指をこう押し入れます。これは痛みがありますか？大丈夫ですか？あ、大丈夫ですね。じゃあ